この部分にですね、ボルトを1本追加して。動画をご覧の皆さん、こんにちは。ライフガレージのライフです。今回の作業はですね、これです。前回取り付けできなかったね、マフラーカッター。一応後編ということでね、やってみたいと思います。もしね、前編ご覧になってない方はですね、ぜひ前編からご覧いただけるといいと思います。では実際に作業していきます。では車上げました。で、前回、なぜね、このマフラーカッター取り付け断念したのか、ちょっとね、もう一回だけ詳しく説明しておきます。下手な図解を書いてみたんで、これで説明します。普通マフラーカッターのボルトって、取り付けボルトですね、固定のボルト。普通ですね、3本、まあ大体3本なんですけど、普通は3分割するとすれば、このね、120度で3本、こんな感じになってると思うんですね。まあこっちが上でこっちが下なんですけど。で、これがね、前付けてたセイワのマフラーカッター、ちょっと比較のためにね、持ってきました。で、こっちがね、このずっと同じようにこっちが下なんですけど、こことこことね、ここ3本で止まってますね。まあ大体ね、マフラーカッターってこうなってるはずなんですけど、で、今回僕が買って取り付けようとしたですね、ライフ JC1 用の専用のマフラーカッターですね。これのですね、取り付けボルトが、なぜかね、このように3分割されてたんですね。要はこういう状態ですね。横から2本と上1本。まあこれね、ずっと同じようにこっちが上でこっちが下なんですけど、こういう風にね、今回買ったこのマフラーカッターになってました。で、取り付けて固定しようとすると、当然ね、この中覗いてもわかるんですけど、上からは止まってるんですけど、下から止まっていないので、この上下の型ですね。これがね、どうしても収まんなくて、まあ、前回ね、前編で取り付けを断念したんですけども、なんかね、このマフラーカッター同じ形で、他の車種用も出てるんですけど、例えばハスラー用とか。で、なんかね、それを見てみると、このマフラーカッター、このシリーズに関しては全て他車種も、この3点になってるんですね、取り付けが。というわけでね、今回ちょっと対策を考えて、下側ですね、この部分にですね、ボルトを1本追加して、まあ、4点止めにしようと思って、加工をしました。この状態からね、改善するとしたらもうこれぐらいしか、まあ溶接とかね、切断とか、そういう加工をしない限り、まあこれが妥当だと思うんですけど、というかこの方法しかないと思うんですけど、一応ね、今回これで加工してきたので、この方法でね、取り付けてみたいと思います。で、実際に下側ですね、この部分、これね、新たに開けた穴なんですけど、これね、一箇所穴開けました。で、穴開けはね、こういう充電式のドライバー、まあ、ドリルですね。これでね、まあ、これステンなんですけど、比較的ね、そんなに厚みのあるものではないので、簡単に開きましたね。まあ、加工は、まあ、こういうものがあればですけど、そんなに難しくはないですね。ただですね、まあ、一個ね、ちょっと注意点があって、ここですね、このプレートが、要はネジ切ってあるわけですね、これに。で、まあ、この辺の他の元々ついてたボルトっていうのはもうこれ自体にネジが切ってあるので、それで固定はできるんですが、新たに開けた穴というのはですね、ただのバカ穴なので、固定ができないんですね、このままだと。で、新たに穴を開けたところに関しては、こんな感じでボルトナットを用意したので、まあ、ダブルナットにしてね、固定しようと思います。で、前回もね、説明したんですけども、このマフラーカッターに対してね、純正マフラーの毛が結構小さいので、この辺のね、ボルト類も結構目いっぱい締めないといけない感じなんで、ここはある程度ね、見込みで締め込んでおいて、上でね、調整したいと思います。で、まあこんな感じで、なんとかね、取り付けられるといいと思うんですけど、まあ今回ね、もう一回リベンジで挑戦してみます。はい、今ね、仮に止めてみました。で、まだね、バンパーに当たっちゃったりしてるんで、これからね、調整はしていくんですけど、まあ一応前回よりはしっかりしてるかな。まあ締め込んでいけばなんとかなるかなっていうとこですね。ちょっとね、もうちょっと調整してみます。で、今大体いい位置までは来ましたね。まあ本締めするとね、またちょっと変わってくるんで、まあ、こんぐらいの位置でね、本締めしてみたいと思います。これでね、ちゃんと固定されるとね、問題ないんですけど、どうですかね。で、ようやく本締めが終わりました。さあ、うまく止まりましたかね。あ、いいっすね。これなら、今ね、結構力入れて、渾身の力を込めて揺すってるんですけど、問題ないっすね。よかったよかった。これで、まあ下側ね、4点止めしたんでね。で、もう目いっぱい締めてあるんで、これでガタはないですね。ちょっとね、やっぱりね、本締めしてきたら、寄りが変わってきて、まあね、微妙な位置ではあるんだけど、あんまり深追いしてもね、丸いもんに対して丸いもんなんで、結構ね、もともといい位置は出なかったりするんで、まあこのぐらいの位置でね、
遠目から見ると全然気にならないので、このぐらいの位置で決めようと思います。もうね、全然不安はないですね。よかったよかった。で、まあ横から見た感じ、まあ若干出てるかなーっていう感じですかね。で、まあまた下ろしたらね、ちょっと撮ってみようと思いますけど、遠目から見るとこんな感じです。車を下ろしてね、外観がこんな感じです。あと落下防止用のワイヤーがですね、付属してますんで、それのね、取り付けに行きたいと思います。そしたらね、このマフラーカッターはこんな感じの落下防止用のね、ワイヤーが付属しているので、まあ万が一のこと考えてね、これを付けていきます。ただですね、残念ながら、まあワイヤー自体はね、両方輪っかになってスリーブが付いてたりするんですけど、こっち側ですね、右側ですね、マフラーがある。手頃なですね、ボルトとかがないんですよね。取り付けるとこはちょっとないので、このマフラーのリングですね、これ釣ってるですね、内側にかけようかと思います。仮に今ね、ちょっとワイヤーつけてみたんですけど、あの部分から取ろうと思ってるんですけど、ずーっと来て、このワイヤーがですね、長すぎて、これだと万が一ね、まあこの部分外れても、ワイヤーが長いんで地面に引きずっちゃうので、ワイヤーのね、長さもちょっと冷たいと思います。で、要はですね、このマフラーカッターの上側のね、この部分ですね、こっからかけて、このね、マフラーの一回、釣りゴム外して、この内側に、こう引っ掛けてやろうと思ってるんで、ちょっとね、距離測って切断します。まあ大体半分ぐらいですね。このぐらいあれば十分ですね。で、今回ね、ちょっとホームセンターで入手してきたんですけど、こんな感じのね、あのワイヤー、かしめるやつですね。新たに用意したので、スリーブですね。で、これでね、輪っか作り直したいと思います。本来はね、このスリーブかしめる道具って別にあるんですけど、今回はね、このペンチでこんな感じでかしめて、これでね、短くして輪っか作り直したので、マフラーのね、ところにかけていきます。で、今ね、マフラーのゴムの上側、ここね、外したので、ワイヤーね、ここに引っ掛けようと思います。で、こんな感じで落下防止も問題ないですね。で、ここまで落下防止のね、ワイヤーも問題なく終わったんで、あとはね、このロックのナットですね。この部分。これね、3箇所締めていきます。で、せっかくなんで最後にですね、マフラー交換そのもののやり方もちょっと補足で入れてみたいと思いますんで、まあ良ければね、最後まで動画ご覧ください。これ14ですね。ここ3箇所ロック締めていきます。反対側も同じように締めます。というわけでね、無事取り付けが終わりました。車種別専用だったはずのマフラーカッターなんですけどね、結果的にはいろいろちょっと苦労しましたね。まあマフラーカッターの取り付けでリフト使って2週にわたって取り付けるっていうね、まさかこんなことになるとは思わなかったんですけど、まあ結果的にはね、無事ついたんで良かったです。で、あとはね、前のマフラーカッターの時からそうなんですけど、まあ洗車してね、ここも一応ウエスで拭くので、その時にね、定期的に緩みの確認だけすれば問題ないですね。あとはね、まあ音がガタガタしてきたとか、そういう時はね、すぐ外すようにすれば、特に問題はないと思います。ではですね、一応ここで補足として、マフラーね、そのものの交換方法もちょっと紹介しておきます。ライフの場合はですね、もう駅マニっていうかフロントからですね、一本ものですね、これね。ずーっと一本で繋がってます。で、止まっているのは、このね、もう出口の上ですね、まず。で、ここでゴムで一箇所吊ってあります。で、二箇所、もう一箇所ゴムで吊ってあるんですけど、この太鼓の後ろぐらいのところ。ここもね、一箇所ゴムで吊ってありますね。で、ずーっと前に来て、あとはね、ここで繋がってるだけですね。ここも二本ですね。で、このボルトがね、結構ね、古くなってくると折れたり、曲がったりしてね、取り付けに苦労するんですね。まあ、ただ逆に言うとですね、ボルト外すのはこの2本と、ゴムで吊ってあるだけですね。まあ、長い分ね、ちょっと一人で作業するのは厳しいかもしんないですけど、まあ、僕がやるとしたら、まだ錆びてないんで、ボルト取れそうな感じではあるんですけど、念のためね、新しいボルト、まあ、スプリングはね、めったに、折れたりすることないんで、ボルトはね、日本純正品、新品を用意してやるかなって感じですね。で、あとこの中にね、ガスケットですね。テーパーになってるね、丸いガスケットが入ってるんで、まあ、それはね、新品を用意してからやった方がいいかなっていう感じですね。こんな感じです。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。